こんにちは、速稼塾の久保です。今回のテーマは自由の字でいこうかと思いますけども、変な言い方になりますけども、自由になったら自由になれると思ったら大間違いなんですよね。これはね、結構意味が深いというふうに思っていただければと思います。これ私もね、こういった考え方を知った時にね、確かにそれはずっと漠然と思ってたことをよく言葉にしてくれたなってことなんですよ。自由になったからといって、その自由を扱いきれてないんだったら苦痛なんですよね。人ってのはある程度やらなければならないっていうふうに押し付けられたものに対してモチベーションが湧いたりするわけなんですよ。ずっとじゃないですよ。まだ自由を扱いきれてない時っていうのは、はい自由ですよって、何を選んでもいいですよって言ったら、となるんですよ。例えばね、お金と時間が自由にあったら何をしたいですかっていうふうに考えてみてください。実際に、じゃああなたはこれからね、10分間で100個欲しいもの、やりたいこと書き出してくださいって言ったらね、30ぐらいでみんな止まるんですよ。でこのぐらい、はい自由ですよって言っても自由のネタがないんですよ。だから苦痛なんですよね。でも自由を使いこなせるようになると、10分で100個ぐらいは簡単に出てくるんですよ。簡単ですよ、本当に。300ぐらい書けますよ。いや、そのぐらいだと自由をちゃんと扱い切れてるってことだと思うんですよ。それが証拠にですね、たまに休日になった時って、例えばまず寝坊から始まるんじゃないですか。いきなり生活のリズム壊れてるんじゃないですか。それが気がついたら GO でしょ。ああ今日も一日終わっちゃうと思ったら、もうサザエさんのテーマ曲が流れるわけでしょ。でもう数時間で終わるっていう風な焦りから何もせずに、それだけで一日終わってしまうっていう経験ないですか。でも自由を扱いきれてる人ってのは、例えば仕事をしていても、明日は休みですよって言ったらね、朝5時半に起きて大好きなスキーをやるんですよ。釣りに行くんですよ。でそういう風に自由になったら自分の人生はこう使うんだっていうふうに、普段から自由を扱いきれていると、本当に自由になった時に充実するんですよね。だからお金や時間が突然自由になりました、ね、宝くじ当たりましたって言って、まず戸惑って、人からの影響を受けていろんなところに寄付したりとか、友達でしょうみたいな、親戚でしょうみたいな人にたかられて精神病んじゃうみたいなことが起きるわけですよ。じゃあね、大金手にしました、時間も自由ですと、まあ私自分の例を言うわけじゃないんですけども、誰かにたかられてますか、宗教入れって言われてますか、親戚増えましたか、増えてないんですよ、ね、少しずつ少しずつ自分の力を貯めて、防御しながら、距離を取りながら、人間関係を作りながら、切りながらやっていく。だからこうやって一歩ずつ進んでいくと、自由を自分の裁量で扱える範囲がちょっと広がっていって、広がっていって、広がっていってって感じなんですよ。24時間中23時間が自由だっていう言葉を私よく使っていたんですけども、まあ、今でも使うことありますけどね。1時間はねばならないっていう時間なんですよね。やらなければならない、しなければならない、でも必ずしもそれは嫌なことではないんですよ。例えばご飯を食べなければならない、楽しく食べるために自炊をする、作ってもらう、外食に行く、楽しむわけなんですよ。使いこなすわけなんですよね。そして時には金に糸目をつけずに飲食行く、時には節約で、もう美食とかじゃなくてね、カップラーメン食べるとかね、ウグイスパン食べるとか、これも楽しむわけですよ。自由は使い切れるわけなんですよね。だからね、こいつだったらガード緩いだろうと思われるような、人に思われるようなね、自由の手に入れ方をすると、宝くじが当たった人みたいに結局不幸になるんですけども、この人はちゃんと人生積み重ねてるから、自分なんかがね、ちょっと声かけたぐらいじゃ無理だろうなっていうふうに思わせるように、やっぱ防御も高めていかないといけないし、どう見られるかっていうところも少しずつ伝えていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。まあ自由になれれば、自由になれると思ったら大間違いっていう言葉、まだまだ続くんですけども、今日はこの辺で。いってらっしゃい。